ツアートボリューム91チャンピオンオブジー2015新規部ファーストリング大会本日の対戦カードを発表いたします。第1試合ゲットザビクトリーシングルマッチ20分1本勝負大谷ジョージ対山田太郎。第2試合鈴木組 VS トンパチマシンガンズタッグマッチ30分1本勝負リャンフピン折原正雄組対鈴木慎アミーゴ鈴木組。第3試合デンジャーウォーシングルマッチ30分1本勝負ユイガ対ドレイク森松。第4試合新悪魔道 VS IWA 軍化け物対決6位タクマッチ60分1本勝負フレディ・クルーガーユージキと松田慶三組対五所川原小作ガッツ石島ミスターガンノスケ組。なお第2試合終了後に若干の休憩時間をいただきます。第5試合本日のセミファイナル新規はレスリングサミットシングルマッチ60分1本勝負翔太対新井健一郎。そして本日のメインイベントはトップオブザワールドタッグマッチ60分1本勝負小高勇吉野達彦組対マスクドミステリー大輔組。以上全6試合でございます。ガッツワールドボリューム91本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ただいまより試合を開始いたします。最近大谷ジョージ、鈴木慎とのシングルマッチも、敗れてますけども、非常に内容がいいので、この今のこの大谷ジョージがこのままテクニシャン山田太郎に対してどこまで通用するか。そうですね、本当にどこまで通用するかというような形になると思いますけれども、山田太郎のこの壁はなかなかね、そうですね、簡単には崩せない。一見もう若手選手っぽく見えますけども、全然もキャリアもありますし、正直鈴木慎と山田太郎がやっても、山田太郎の牙城は崩せないかなというような形になりますので、本当にこの山田太郎の持ってる技の数でしたり、いろんなスタイルに対応、こういったこの倒し方もそうですけども、やはり、単身メキシコまで行って、身につけたこのテクニック、スキルというものは、やはり伊達ではないですよね。そうですよね。さあ、そのままフォール入った。今固めるかと思って抑え込んできましたね。大谷も似たような感じで返していきましたね。でも大谷も強いって言って、返されましたけども。さあ大谷ね、やはりこの前半からガンガンとね、攻めてもらいたいところですが、やっぱりそのね、元気の良さというところを見ててほしいと思いますけども、デビューして半年も経ちまして、
大谷本人にしてもやっぱりその、ね、プロ初勝利っていうのはそうですね、今年中に初勝利したいというのは当然あると思いますが、はいはい、まあ一戦一戦そのチャンスを狙ってるとは思うんですけど、はい、まあ、この山田太郎はその高い壁だと思うんですけども、はい、いやもうこれも今日チャンスもあるわけですから、まあ、当然ね、戦ってる限りはチャンスがありますから、はいはい、さあ山田太郎これをちょっともっと返していく大谷翔士、大谷のいいのはね、こういう打撃戦とかでも気持ちでも負けないなのガンガン打ってきますよね。そうなんですよね。そのところが非常に気持ちを前に出すところが素晴らしいと思いますけども、確かにこの大谷翔士物おじをすることはよく分かって知らないんですよね。そうですよね、本当にその突貫精神で前に出ていくところが素晴らしいと思いますね。さあロープブレイクなかなか離さない山田太郎、ここら辺のインサイドワークやはりそうですね、そしてコーナーを背にさせてロープを背にさせてチョップエルボーと若造がと、はい、イケメン分じゃねえよ、イケメン分じゃないよって言ってますね、イケメン分じゃない、まあ、先月ですか、歌舞伎町プロレスが旗揚げになりまして、大谷翔士はですねホスト軍に入ってました。そうですね、ホストと確かに理想な感じですよね。理想な感じではありますね、はい、あなるほどと思いました、適役だと、はい、大谷さあ大谷がそのまた顔に行くのかなと、ちょっとこのちょっと厳しいですね。そうですね、まあ、イケメン度といえばやはりガッツワールドでは 1,2 を誇る感じですかね。あっ、ヘッドバットですね。そのまま痛い、音がね響きましたね、響きましたね。ちょっと顔に徹底して攻撃を仕掛けている山田太郎、いやちょっと大谷最初の出足が大谷のロボロボだったんですけども、ちょっとあの打撃の連発からペースが山田太郎に傾いてしまいましたかね。そうですね、この顔に徹底的に攻めていきますからね、また顔面だ、また顔面だ、ヒットスタートですね。そう、山田太郎ちょっと違いますね。そうですね、カウントは2、もう山田太郎としてはまあこれ新聞の結構一本勝負ですけども、もう本当に早い時間で仕留めようというそんな構えですよね。また顔面にパンチを入れていく山田太郎と、エルボー徹底的にね、その顔面に攻撃を仕掛けていく。5分経過、5分経過、さあ5分が経過して、ちょっとおっと、これがカウンター気味に入っていった。さあ大谷ここから見てますよ、いいタックル、いいタックル、さあ、いや素晴らしい突進力ですね大谷。さあいけるか大谷翔士、このままその勢いそのままに、これも返していく。さあ大谷翔士が飛んだ、いや振ってましたね、ミサイルキック、これはいいですね。さあカウントカウントは2、さあこのまま休まずに、ここからね、大技を2発3発畳みかけたいですよね、はい、あ、いいです。さあここから何を見ますか、逆エビガダムですかね。リング中央、いやこのポジションがいいですよ非常に。さあちょっとこれは雲の表情、山田太郎、いや体重が乗ってますし、さあ山田もう少しでロープ、もう少しロープ、なんとか逃げていく、なんとか逃げていく。さあ大谷翔士これ金星まであと一歩、はい、いやこれ非常にいいことできたんじゃないですか、チャンスですよ。ここであと一つ決定的な技欲しいですよね。攻め続け
頭蓋骨の骨の音ですけどね。ちゃんと見てないですよね。さあ大丈夫か、大谷翔平。もっと丸めていった、丸めていった。もう一回さあ、加藤さん込み。あー、惜しかったですね。勝ちました。さあ、しかし、あと何を狙った。あー、踏みつけですね。これはきつい、これはきつい。タッチですよ。さあ、どうだ、大谷。これはやるか。さあ、さあ、ちょっとこれはやらない。8分13秒、山田太郎選手の勝ち。本日の第2試合はアミーゴ鈴木、鈴木真のこの鈴木組、鈴木が踏んでるんですよ。あと、ちょっとこれ何ですか、これは。どうですか。いきなり鈴木組と言った途端に、いきなりの仲間割れですか、これ。どうなってるんですか、矢部さん。しようとしたらもう首じゃなくなっちゃいましたよね。切り口一人ですよね。これは
はプロレス界史上最速の仲間割れ。いや、ちょっといやこれアミーゴがタイパチの新人に入っちゃってるんですか。ちょっとそこら辺もよくわからないんですけれども、序盤でお気をつけください。選手の話をやってください。これ僕は鳴らないんですよね。はい、僕は鳴りましたね。叩えるマイクもありましたけど、いやいや実はこう見せかけて的なことはないんですかね。いやでもちょっとそれにしても全部お気をつけください。少しまだ広く上げてください。マシンガンズにアミーゴが、おっとちょっとストリームアタックですか。まずはアミーゴ、そしてオリハン、最後は踏み台にしてのエルボー。ストリームですね。ガイアカッシュオルテガ、信じるものは自分だけってところですよね。そうさあ、あとはしかし怒ってる、怒ってる。ああ、そりゃそうですよね。そりゃいきなりね、こんな、うわー、これはきつい。さあ、これ返してほしい。こういうのは認められないですよ。ちょっとここら辺は喧嘩の雰囲気でしたね。はい、あくまで一応タッグマッチということで始まってますから。ああ、いやでももうこれは失敗の手を出していない。あーこのアミーゴはだいぶ寝てないでしょ。でもこのフォールは認められないですよ。アカウントが入っている、叩いてますけどね。これエミリーは及原正夫でしたね。今ねもうどこでそうです。4分53秒ノーコンテストとなります。いやめちゃくちゃな試合です。マシンガンズは務まりが死ぬんだ。いいか見たか。ほんなマシンガンズはどこにでもいるからどんどん増殖してくる。おい息子に貴様裏切りやがる。おい多分どうせおい俺はよ、トンパチマシンガンズのやり方っていうのは仲間と俺が一番よく分かってるんだ。何人でも仲間連れてくるんだろうからな。来月12月5日このリングでシングルでやろうじゃないか。一切進めろ。森原さん、あんたと
俺のけじめをつけようぜ。おお、これはでも本当に大注目ですよね。そうですね、はい、今までこのシングルでドレイク森松、新井健一郎、折原正雄とシングル対決、はい、ここでやっと初めて女性と対決で、まあ、ミクロとのタッグマッチとかもございましたけども、まあ、シングル強烈な、ね、男性2人との戦いがありましたから、はいはい、まあ、ユイガもね、パワーの方もありますし、はいはい、しかしやはりね、パワーでこの押し込める、はい、そうですね、やっぱり体重差がやっぱり森松の方がありますから、はいはい、まあ、ただユイガはですね、総合格闘技の方の実績もございまして、はい、ジョージ・ルーカスの娘さんですか、アマンダ・ルーカスという方と、総合格闘技の試合もしてですね、敗れましたけども本当に大善戦したってのもありますから、なるほどなるほど、そういったそのサブミッションの強さも持ってますし、まあ、キックもありますからね、さあ押し込んでいったの、おっと、まあでもどれ、ね、ないように顔面にこういったラップが、ね、ありますからね、さあ顔面を、さあ顔面をロープにこすりつける、嬉しそうな森松、これがいつものドレイク森松の戦い方ですからね、これちょっともう今まで男性レスラーとばかりの戦いでしたから、もう逆にもう先月先々月とかもすごいシングルマッチやりましたので、はい、絶対自信になってる部分あると思うんですよ、そうですね、はい、またこのパワーアップ、グレードアップした、ブラッシュアップしたドレイク森松がここにいる、そんな気がいたします、はい、さあ手を探っていく両者、やはり体格は一回り森松の方が上ですね、はい、なのでやはりユイガとしてはその、まあ、パワーはありますけども、パワー勝負するとやっぱり厳しいですよね、今みたいなこういうキック、はい、そういうところで活路を見出したいところなんですが、おっと、しかしドレイクもこれ返していきましたね、そうですね、レガースつけてないので、いやー今の本当にしたそうでしたね、まあ、キック使わずにしても自分の足を保護するためにレガースつけるんですけども、はい、ドレイクの足気にしませんからね、蹴られたらやっぱり力比べいってしまうと、あと押し込んでった上に足を踏む、そして一度か
ますよ。相当噛む力も強いですね、これは。噛む力は、スルメとかたくさん食べるんですかね。でしょうね。あと、踏んづけてます、踏んづけてます。OK なの？ OK なの？はい。リング上ではレフリーの言うことが絶対です。はい、リング上ではレフリーが神ですからね。そうですね。やはりこの遺言のキックを警戒して足狙いというところですかね。そうなんですかね。やっぱりあのつま先痛いですからね、はい、さあちょっと変わった技の攻防から、おっと前蹴り、さあ遺言も黙ってはいられない。これは女子プロレスならではの早投げですね。これはやっぱりここ最近のこのドレイクのカードが見れなかったものですよね。ですね、はい、男性アイドルでしたね。あと顔面を、顎先を踏みつけていく。さあ場外に、さあ出るか。やっぱり場外に出た出た、アミが返事したのはあの、はい、さあおっと逃げた逃げた逃げた、しかし逃げ切れない、逃げ切れない、あと、キッズバットってやつですか、これは、腰ですか。もう今体育の先生がやるとすごく怒られるやつ、ね、そうですね、アウトですよね。昔は大丈夫だったんですけど、ね、なんでこんな厳しくなったんですかね。今ものすごく怒られると思いますけど、そういう指導も必要だと思うんですけど、ね、本当、いや傘とバットはもうあれお客様の傘ですから、ダメでしょ、これは。それは、いや弁償ですよね、これは。これはケチバットの制裁ですね。これはもう教育的指導入りましたね。そうですね。いや、折れちゃったってそれは折れるでしょう。それは折れますよね。でもちゃんとしたら。これはガッツワールドは全くの連載しませんので、はい、そうですね、はい、どぶ経過、どぶ経過、請求はゆいがさんまでお願いします。ゆいがさんの方でね、ゆいがさん売店の方に請求書をお願いします。あー、ダメだ、おっと、さすがだ、選手もレフローかけてください、お気をつけください。椅子が豪快にガラガラと、ね、いやー、やっぱりちょっとこの場外になると、はい、場外どれか狙ってますよね。そうですね。さあ次は何を狙っていくんだ、ドレイク森松、おっと、いいの、あと、あ、ハサミ、ハサミですか、ハサミ、何ですか、何ですか、あれ、そうですか、マグロみたいなやつ、それは痛くないでしょ、かかや椅子、逆にその中途半端なラフサッポーで行っても、はい、あのドレイクもいかに買うだけですからね。そうですよ、おっと、あら椅子、まあ、先ほどの試合はノーコンテストだったんで、この試合ちゃんと決着つけてほしいんですけど、ね、踏みつけたんですかね、今ちょっとこちらから見えなかったんですけども、はい、フットスタンプ、はい、ありがとうございます。いいか、いやー、これちょっとユイが大丈夫ですか、ちょっとこれはしんどいですか、はい、これがでもいつものドレイク森松のやり方だ。強さとシビアさを見せつけております、はい、さあリーダーのダメージはいかに、カウントは60まで入った、まず70、何とか立ち上がった、なんとか帰ってきた、ちょっとリーダーと間を取りたいですよね。そうですね、はい、ちょっと桃のあたりは赤く腫れてきました、ユイが、さあこのヘッドロック一つ取ってもやっぱ重量感ありますよね、はい、さあこのまま終われないユイが、さあ、いや、しかしものすごいタックルで吹っ飛ばされる、さあカウントはなんとか返した、なんとか返した、カウントは2、いや、やっぱりこの
パワーで真正面から来ると太刀打ちできないですよね。そうですね。さあ対角線に振って、おっと、なんとか受けたユニガ、そして膝蹴りを叩き込んでいく。あ、さあこっから膝打ち込みましたよ。強烈なエルボー、はい、膝蹴りが効きましたね。そうですね。さあこっからユニガが、さあこのちょっと重かったか、これ矢部さん今そう上げてほしかったですけどね。ちょっとやっぱ投げを体重差って難しいですかね。あとこの膝蹴りが効果的ですね。ですね。さあバック取って、そのまま、あ、そしてヘッドクラッチですか。そしてい、やいやこんな、おっと、いやまた出してきた、また出してきた。もう完全なバットはドライブの手足状態ですよ。そうですね。さあレフリー、あっと、あっと、これはレフリー5段。いやさあこのスイング、おっと、いやキックで返して、返しましたね。いやこれさあこれバットの奪い合いになった、バットの奪い合いになった、あっと、スイングと出っ腹。いやもう何の腰もないんですよ。そしてラリアット、これは効いた、これは効いた。さあカウント、どうですか、勝ちましたか。勝ちましたね。いやカウント見て若月渡り、いやいやこれはなんとか返した。いやでもちょっとあのバックのねダメージあると思うんですよ。そうです、ドレイクボトムですか。これで決まったか、これは返せないか。さあカウント、返しました。いや入ったかと思いました。まだユイガは死んでいない。10分経過。おっとハイキック、強烈なハイキック。いいですよ。そして投げられるか。あ、コークスクリューですね。ひねってきた、ひねってきた。さあどうだ、カウントは2、カウントは2。ここから来るかユイガタイム。いやこういったものの横から投げる技有効かもしれないですね。そうですね、ちょっと見たことなかった。さあセカンドロープから振ってきた。さあカウント、カウント、おっとそのままこれが勝負ですね。こういうのですね、こういうのですよ。三角、三角に入ったか、三角に入ったか。これもうちょっと締めが持ち上げます。左足の足も決まってますか。さあ足はロープになっても届いた、ロープに届いた。ここら辺が先ほど矢部さんからあった通り、はい、総合で鍛え上げたそうですね、テクニックですね。今度はあ、そうなさあ、これは決まった、これはこれそのまま決まっていたら危なかったですね。惜しかったですけどね。さあ、ユイガの時間がやってきた。強烈なカウンター、ちょっと今の不用意でしたかね。強烈なカウンターが入った。さあ、そしてリングチップ、おっと、まとめていった。さあ、どうだユイガ。
どういうことですか？どういうことですか？山本さん、お久しぶり。誰のおかげで復帰できたのかな。知らない間にガッツアルズ所属して、私のこと忘れてません？忘れてるわけねえだろ、ボケ。あの商店忘れられるわけねえだろ。久しぶりに食らったよ。今のでもう一回お前と何年ぶりだシングルやってみようかなと思ったよ。もう決めていいか。来月12月5日新規のファーストリングでガッツワールド11周年こいつと、いや自分の復帰のきっかけを作ってくれた薮下めぐみさんとシングルマッチ決定だもんよ。どれだけ？グリーンに行こう。
第4試合、今までのあのギスギスとした構想が、この小作さんが一人入ってくることでいきなりなんかほんわかしたムードになってくるのはなぜでしょう。なんかあの小作選手なんか浦島太郎状態というか、この構想も全然あの関係ない、はい、関係なく今手島レフリーに太ったなって言ってましたね。なんかこう、合格選手的にはもうね、久しぶりにみんなに会えて嬉しいみたいな、そうですね、クリーンに作ってましたからね、完全な五色ワールドになってしまいました。なってしまいましたね。化け物対決っていう名前なんですけども、全然違いました、ね、だいぶ明るい化け物ですね。そうですね、うん、さあ、待って待って、五色娘寝巻きだろお前、うん、さあこれはちょっと IWA もやりにくいですよね。ちょっとプレイに連れてきましたけどね、ちょっと5作の方がこの数十分の少しか多さですね。やはり化け物とか違いますね、いろんな意味で。あ、でも、ね、5作はまあ185cm、125kg と、はい、スーパーヘビー級ですから、そうですね、ちょっと苦労すればやっぱりパワーがものすごいですから、ね、そうですね、今も倒していって、まあ、まあ五作選手ですね、今年になって津軽プロレスの旗揚げしまして、お違う、おい受けてねえじゃないですか。これで仕事は終わったとばかりにタッチを求める。終わりましたと。終わりましたと。さあありがとうございました小作さん。さあここから構想が始まります。いやー今までの新型のあたりアルタブレイクの構想どっちかというとアルタブレイクの本当の裏手はできたんですけども、ボーイ合戦から、ちょっとこれおっとクリーン、クリーンですね、映像ボーイ意外とクリーンですね。さあセカンドコンタクト、さあ力比べ、押し込む力はやっぱりガッツの方がありますよね。さあ、さあどうする、さあどうする、おお、よしクリーンですね、アクマの方がクリーンだ、クリーンな悪魔、クリーンな悪魔、おっと、さあバックを取ったか、ああいう外し方があるんですね。そうですね、さあ腕を取っていったのは、さあ腕の取り合い、足踏みましたね、ちょっとさあ三味線引いていました、引っ張りましたね、さあ持ち合いぶん投げる、ぶん投げる、この辺りのやっぱりパワー、さあここら辺も、ここら辺も松田慶三のパンマか、何でしたっけ、聞いてません、聞いてません、聞いてません、早いんだろう、さあ赤コーナーに引きずり込んできてミスターガンノスケにタッチ、さあこの二人で連携出ますか、これは強烈交通事故、カウントは2、さあここからやはり新悪魔道としては、この松田慶三を捕まえてなんとかこの IWA 軍を撃退したいところ、そうですね、もう
分だけ流れが止めないと。そうですね。4分経過、5分経過。5分間いい感じでこの新悪魔堂、はい、いいペースで今のところ試合が進んでおります。さあチョップ合戦、チョップ合戦、おっとこの丹之助のチョップは強烈、大いですねこれは。うわこのドスっぽい音もなかなか強烈、もう肉を切り裂く音ですよ。そうですね。さあタックル、俺が走るのか、妙に納得した走っていった。倒れろこれ、お前が倒れろ、何だろう、じゃあ失敗するぞ、失敗するか、お前どっち、ほら少し裏切るな、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 この間やったのこれ。表の表の裏の裏、はい、もうそれだけね、もうこの幼稚園の子供が長いですからね。そうですね。さあしかしこれで捕まってしまった青コーナー、そしてもう一発、さあちょっとこれが相手のような時間になってしまうのか。あっと、ああちょっとこれ、これは松田攻撃、そして丹之助を孤立、あっと鬼頭雄二が椅子攻撃出てくる、ここで出てくる、エレム街の悪夢が、エレム街の悪夢が登場、凶器が手についてますから。そうですよね。いやいや、これは満足ですよ、これはきつい、これはきつい、上腕の投球してください。いやこれは
10分経過。いやーロープブレイクなんですが、はい、いやちょっとこのミスター勘之助が捕まるというのは全くわからなかったこの展開。いやちょっとこれは予想できなかったですよ。いやこれ首絞めてますから。いやこれは首絞めてる。いやこれ赤く同じのが冷静になった方がいいですね。そうですね、はい、しかし ちょっとおびただしい量が、はい、これは危ないか、もう危ないか。いやもうね、ブロンドヘアがもう赤く染まってますよ。そうですね、ちょっとこんな感じで危ない。これはもう完全に IWA ペースになってしまった新秋元。いやちょっと大ピンチ。今回は予想してなかったですよね。さあミスター勘之助、ああ後ろから、よかった攻撃食らってしまった。さあ大丈夫かミスター勘之助、リング中央アンコッパですね。さあ一人で二人をぶっ潰していった、ぶっ潰していった。ダブルアリアット。松田圭三に表情をものすごい音、出た出たブルドッキング。いやいいですよこれは。さあしかしちょっとそっちが似合う、はい、さあここで、いやここでね、ご作には行ってほしいですよね。そうですね。さあ、ツアーのヒーロー、すごい角度で出していった。いや、ダイナミックですね。おっと、いや、こんなに本当グランドマッチですね。こんなことができる、意外とテクニシャンなんですよね、この。いやこれでもチャンスじゃないですか。いけよ、ね、ノー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 ケントはさあ、線からロープに振られたかのように、はい、帰ってきました松田圭三。さすがの大阪でも今はちょっとダウンしてしまいましたね。さあなんとか感じできるのか。いやこれ勘之助大丈夫ですか。さあ大丈夫なのかミスター勘之助、このおびただしい流血が、ああフライングショーだ。いやー綺麗に待っていった鬼頭雄二、ちょっと顔面の技はちょっと苦しいですよね。そうですね、踏ん張りましたね。逆に投げていった、ファルコード。さあミスター勘之助の意地がそこにあり、さあもう一回拝んでいった鬼神堂、高い、いやこれはすごい角度決まりましたね。いやーなんとかカットが入った、なんとかカットが入った。いやまだまだ、さあここでガッツ石島決め時じゃないですか、やっぱり、はい、ここで一気にいってほしいですね。ありがとう、カウンターで入っていった。15分経過。さあ出てきたのは悪夢、これはちょっとガ
ツ気をつけてほしいですね。さあフレディ・クルーガーが出てきて一止まりが3対1まずは紀藤松田そしてフレディ・モラブレーンバスターガッタリちょっと3対1の展開は避けたいですよね。しかしまた1対2あっとまたつけてきたあっ小箱ですね小箱でさあここでまた強烈なアリアコサーボーダーカットおー16分37秒ガッツ石島選手の勝ち。バカ野郎ボタク離れたぞこの野郎弁償しろてめえこら知らんプロレスで弁償しろこの野郎わかりましたこっち持ってますおいいよおい IWA 残党具てめえらおいこらそろそろ連れてくるネタが尽きたぞお前らおい、資格のネタが尽きたな、お前ら。おい、もう、ちょうどいい潮時だ、お前ら。あ、いつまでもダラダラ放送されてもしょうがないよ、お前。あ、来月、ちょうど周年大会あるよな、ガッツの。あ、そこでもう放送終わらせてやるよ。俺とガッツと、キト、ケンザ、シングルで決着だ、これな、この野郎。放送終わりだよ。遊び終わりだこれ。ああ、こっちは連れてくれたらもう尽きてたよ。ああ、この都合だこの都合だ。そう思ったんだよこの野郎。ああ、尽きた尽きた。誰になくても、返信がない。おい、一人いるじゃないか。誰だ。浅野金六だよ。おい、浅野金六連れてこいこら。なんか揉めてんのかお前連れてこれねえのかあその顔はよちくしょう浅野金六の名前出された精神的にきついただな来月言い返せねえでやんお前らとシングルああやってるぞこの二人でよおいおいおいお前は関係ねえんだお前は津軽に帰れお前は津軽に帰れお前は関係ねえ初対決だけお前は関係ないああもしもな俺たち二人が2勝したらこのガッツワールドで IWA 工業やってやるからなそれ約束しろ約束するんだったらちょっと待て俺たち二人が勝ったら2連勝したら構想終わりだぞいいかお前たちが2連勝したらおう IWA 工業やってやるよやれよやれよその価値2人出したらお前らのあれだぞ
お前らの赤字だからな。そしてもう一つ条件つけるよ。なんだお前、一生いっぱいだったら来年もこの構想は続く。以上。おいおいおい、もういいよ。じゃあちょっと津軽プロレス来年旗揚げ予定の五所川原五作選手から皆様にご挨拶がございます。来年、まだ残り決まってないですけど、来年4月3日、僕の故郷弘前で僕と船木さんタッグ組みます。半分ぐらい決まってます。船木正勝さんと僕タッグ組みます。半分本当です。違う。お前決まってないのにそんなこと言っちゃっていいのかお前。船木正勝怒るぞお前。おさん、この業界いったもん勝ち、いったもん勝ちです。いやいくらお前弘前附属大学中学のなあ先輩もらったらいいよ。お前ちゃんと交渉してないだろ。交渉したの。チラッとで発表するなよお前。で多分やるんで、その時本田さん相手お願いします。ちょっと待って、そしたら俺と船木正和試合するの。そうです。おい、 UW と FMW じゃないか。お前でもここまで言ってこなかったらお前知らないぞ。俺知らないよお前。なんとかやりますんで、本田さん、ガンドスケ脱組でもいいよ。やる。ガッツが船木正勝やんの。そんなお前異次元対決あんまりやってんのかお前。OK。 そうだお前、シューティングお前行ったんだからお前。おお、ガツが受け立つよ、船木正勝。そういうわけで、4月3日、皆さん、ちょっと遠いですけど、青森県、弘前に来てください。お願いします。決まってないのに日付まで言いましたからね。知りませんよ、俺。で、ガツ、休憩前にちょっとお前一言あるだろう、お前から。ちょっと長いな、これ。今日もこの後休憩なんですけど、俺の新発売した騎士に悪魔堂の T シャツサイン会やりますんで、皆さん参加してください。よろしくお願いします。のセミファイナルを行います。お子だより新井健一の入場。
赤コーナーより翔太入場。本日のセミファイナル新木場レスリングサミットシングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナーハットしてグッド GWC にてタッグチャンピオン176センチ80キロ、荒井健一郎。赤コーナー同じくハットしてグッドジーダルチーニンでタッグチャンピオン159センチ76キロ、ショータイム。レフリーリンゴフィッシュは鉄野さん頑張って、アナキャン、ショータアナキャン、ショータショータ、荒木、荒木、さあ、本日のセミファイナル、GWC のタッグ王者同士のシングルマッチ、ショータ対荒井健一郎、ついにここでシングル対決です。ついにね、本当に今まで戦ったことがないっていうのがまずすごいんですね。そうですね。さあこの試合前、実はやりにくそうなのはこの荒井健一郎みたいですね、はい、入場してきてこうリングに入るの結構ね、あ、ためらってましたよね、はい、やらなきゃいけないのか俺は、ね、そうですね、ちょっとやりにくい、はい、さあさあ、はい、さあ、はい、おっと、これは作戦なのか、殴れない、ちょっと心に痛い、そんな感じもあるんでしょうか。まあ本当にあの一番今のプロレス界で戦いたくないのはショータだと、まあ先月言ってましたよね。そうですね、まあこの戦いの試合で、まあ、ショータは叩けるか、おお、本当なんだね、はい、そうですね、ショータ、さあ静かな序盤戦、まあ、この試合の名前にあの新規はレスリングサミットとついてるんですけども、このねハットしてグッドのチーム名の元々っていうのが、あの1990年にありましたあの日米レスリングサミットで天竜源一郎選手対ランディ・サベイ選手、はい、試合お互いね、その試合本当に感銘を受けて、その試合本当に影響されたこのレスリングスタイルなんですけども、そして今日このタイトルがレスリングサミット、新規のレスリングサミット、さあショータ、ショータとしては念願のこの、そうですね、このシングルマッチ、はい、まあ、あの時1年前骨折していなければ、はい、これがタイトルマッチとして行われるはずだった。しかしあの時はあのタッグを組む前、はい、当然組む前でしたからね、まあ、敵対してましたよね、はい、あのアルプス工業が入った時です、はいはい、今となってはこの訪問対決、2人でこの青いベルトを巻いて、はい、お揃いのつなぎで、はい、
この2人が戦う。しかもこれ望んだのは翔太ですからね。そうですね。さあこのお互いの力を知る2人が、さあ試合が動いてきた。さあ早い新井健一郎、3回に倒していく。そしてまたもう一度、おっと、おお、戻った、翔太、ちょっと今左足ですね。そうですね、さあこの2人、とにかくこのスリーカウントを取る、はい、そういうテクニックに関しては天下一品の2人ですから。そうですよね、圧倒的な強さとかそういうものではなく、もうワンチャンスで肩を3秒間つけるという、はい、これもまたプロレスの醍醐味。このシュートのヘッドロックは必要なんですね。さあここで外れた、おっと、ゲドグラですね。この形で入っていくか。これは新井健一郎も初めて見たか。ちょっと今肝を冷やしましたね。そうですね、これもやっぱりお互いに本当にも一瞬の隙でスリーカウント奪ってやろうみたいな作戦なんですかね。さあ新井健一郎素直にロープから振って帰ってこない。このインサイドワークもよく分かっている。おっとリングに招き入れる素振りを見せる翔太、片や新井健一郎、場外に恋を誘い出す。さあ追った結果だ。さあまた逃げた。いやもうこれお互いにバカしない状態ですね。トムとジェリー状態になっております、はい、5分経過、5分経過。さあいったこれ先ほど、おっと、翔太も帰ってこない、見えないですけども。翔太、これどうしましたか、どこ行っちゃったんですかね、うん、本当にトムとジェリーみたいになっちゃいました、はい、あそこの緑色の T シャツはセコンド鈴木ですからね。そうですね、うん、どうしました、あの黄緑の T シャツお客さんですね、はい、翔太、翔太どこ行っちゃったんですかね。ちょっとおっと出てきた、出てきた、後ろに出てきて丸め込んだ。さあ勝つぞ。いや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 、こういった作戦がありますか。いや今のはいい攻撃でした。あっと翔太はすごいですね。いやちょっとここまでのところ新井健一郎の上手をいってませんか。そうですね、はい、新井健一郎エキスを十分吸い込んでからこの翔太色にいろいろなものを混ぜてきて、いやちょっとこういう形で本物の新井健一郎ってなかなか見れないですよね。そうですね、いや頭脳戦でちょっと上に行っている翔太。離さない、これはフライの面にあえていかずに首固めてますね。この上を行ってますね今日の翔太。そうですね、あーこれもネックロックですね。ちょっと首にターゲットを絞ったのか、はい、さあ翔太です。また首だ、また首だ、ネックブレイカーですね。首に狙いを定めたんですかね。定めますかね。さあカット、なかなか頭を使った攻撃、はい、
新井健一郎をじわじわと追い込んでいるのがこの翔太。さあ持ち上がらない。逆のボール、おっと。さあここら辺はやはり新井健一郎、あっという間にトップロック。もう今早かったですね。ここら辺は早い、はい、ここら辺は真骨頂。今日の翔太はしかしあの大輔転戦の時の翔太とも違う。そうですね、また違った翔太。おっとやられた技をやり返していますか。そうですね、これさっきやった技ですね。これ全くさっきと同じ。そうですね、私ですね。さあこのお互いのハックタックパートナーを潰しに行く、潰しに行く。まさしくその背中に国臭いと書いてありますが、はい、まさにそんな感じになっていますね。いやこれちょっと長く続くと、これでも決まりますから。そうですね、さあ、はい、外しにかかる翔太。さあ外せるか。これも先ほどの。そんな受けない。いやこれ一点集中をやらせたら本当に新井健一郎と選手は本当にしつこいですよ。いや先ほどの翔太の技を、はい、もうあっという間に完全コピーした。そうですね、いいものはすぐに取り入れますね。翔太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 翔。さあ動ける。あーっと危ない危ない。よく返しましたね今。返しました。いや首四の字からああやって丸めるって私初めて見ました、いやすごいですね。翔太が徐々に徐々にこの新井健一郎のどこかにはまっていってしまうのか。翔太スリッパ本当に強烈に決まってましたよ。さあだんだん余裕が出てきた高橋健次郎。トップロックから見ていた。それは見ていた。それは見てましたね。ちょっと膝を打って悶絶。今直角に入りましたから。さあその膝を四文字ですか。一瞬ひっくり返した後にバカって言ったんですが、逆にちょっと足首を強烈にねじれましたよね。そうですね、上半身の力。さあバカと言ったやつがバカ状態になっております。これは早くなるのか。なんとか逃れた、なんとか逃れた。さあ本当にこの一進一退のちょっと予想も全くつかない戦いになってきました。予想できないですよね。まあ、序盤戦はそのスリーカウントをお互い狙う展開から、はい、この中盤戦はお互いの首、はい、の足となんかウィークポイントを見つけたのかなみたいな感じですね。ちょっと走りませんね。翔太は何を狙う。いや、これ新井健一郎機動力が失われてますから。そうですね、呼んでいた新井健一郎。さあ翔太も丸めるか。
速ですね。そこまで呼んでいた、はい、さあ来たぜ、危ない、よく見えてますね、よく見えてますね、おっと、あーっと、3度目の正直、やはり倒れるべし、待って、え、こんなことだったどういうことだよ、さあどっち、考えてることは一緒、はい、両方同じ状態ですよね、さあタヌキとキツネの馬鹿試合、さあ来た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 、それも読んでいた、本日のメインイベントを行います、アクアナより小高勇、吉野龍彦入場、赤コーナーにマスクのミステリー大輔入場、
日のメインイベント、トップオブザワールドタッグマッチ60分一本勝負を行います。アコナプロレスリングバサラ、170cm、76kg、コナカエサメ。173cm、82kg、吉野達彦。赤コーナー、身長体重含め、マスクのメステリGWC にてシングル選手権者、173cm、85kg、大輔。まあ、キックウォーキーもありますし、まあ、でもミステリーとしてはやはりチョークストラムですよね。そうですね、パワーで圧倒したいところですね、はい、おっと、このなかなか腕を取られない、離しませんね。いやさあ、離さない離さない、しつこいですね、今日のミステリーは。さあ、この正規軍に入ってからの第一戦、いきなりのメインイベント、はい、そしてこのチャンピオン大輔とのタッグマッチ、気合が乗らないわけはありません。そして相手にとって不足なし、この勇を相手にマスクのミステリー、まあ、正規軍に入ってもいきなりのメインイベントってことも、ガッツワールドとしても本当に期待してるってことですよね。そうですね、はい、やはり実力はね、この前のシングルマッチでまじまじと見せつけましたからね。本当にすごい、離れた離れた、ちょっとイサミのミステリーがここまで来るとは、とちょっと今、よし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 さあ、この2人来月ここでベルトをかけて戦います。もうこの2人がもう今日リングにこれ入って1対1の状態になると、もう12月5日ですよね、日付は完全に、はい、さあ約1ヶ月後、このチャンピオン大輔のベルトをひっぺがしにかかる吉野。はい、まあ、思えば60分フルタイムドローからもう少し1年ですか。そうですね、早いですね、この2人その1年分ものすごい成長を見せるこの2人、はい、この内を知り尽くしているからこそのこの攻防、まあ、その両選手の体のラインを見ても本当にコンディションがいいだなっていうのが、はい、本当に分かりますよね。あっと、このまま腕を取って落としていく、返させません、返させないですね。逆に大輔は体反転して逆にフロントヘッドロック行こうとしたんですけども、はい、
吉野がうまくその体を先に回って返せなかったですね。さあブレイクはどうする。綺麗に離れていった王者。ここはクリーンブレイクですね。さあチャンピオンとしての風格がついてきたと、はい、まあ、もはやね、なんか絶対王者ってことをなんか最近聞こえてきますけども、はい、そうですね、前回あのメインの解説の時に、はい、ミスター雁之助さんもそうおっしゃっていました。そう投げていって、さあこの辺のグラウンドの攻防もなかなか見ものお互いに引くもいません。吉野もね、まあ、今上乗られて制されかけたんですけど、下からねうまく投げましたよね。そうですね、うん、お互い潰すことができなかった。おっと腕をまた不思議な形で取っていく。おっとすごいブリッジ、それでも潰れない吉野、返していった。強いエルボー。さあ青コーナーに持っていった吉野達彦。さあこの2人もなかなか不思議ですよね、はい、いやこれはまたレアカードですよね、この2人も。うわーものすごい蹴りが入っていった。鋭いですよね蹴りが。ドンケがドンケがここをワンで返すのも王者の、はい、まあ、意地ですよね。さあエルボー、まあ、あのユニオンプロレスは解散になりましたけども、新たにですね、プロレスに馬車というものが出てきて、はい、まあ、来年旗揚げを控えてますけども、馬車がイコールの戸田と攻めですからね。そうですね、まだまだ生き続けて、ね、馬車がという家を買った勇みですから。初連携を見せるか、まあ、でも自然にそのなんかタッチワークとかも出してみると、はい、なんか大輔なんかしんなりいってますよ ね、 そうですね、やっぱり先月 あれだけの大使で戦ったということで、激闘の末、はい、2人が何か友情らしくものが芽生えたんですかね、はい、今度はミステリー対吉野達彦、この対決もんもの。まあ、ミステリーも、まあ、今日はもう大好きと組んでますけども、はい、まあ、先月やっぱりだというのもね、GWC のタイトルもやっぱり狙ってると思いますから、そうですね、まだまだもちろん頂点狙ってると思います。さあ持ち上げられるかこの巨体のミステリー、重い重い、こういうところがやっぱり、ね、ミステリーの魅力ですよね。そうです、あっとこのパワーで勝るミステリー、軽々と吉野達彦を投げていく。さあ大輔にタッチ、なかなかいいこのタッチワークじゃないですか。いいチームになってますよ ね、 さあ合体攻撃が見れるのか。スムーズですね。スムーズですよね、非常に。さあカウント、カウント1で返す。非常にタイミングとかバッチリですよね、はい、さあこの前哨戦、さああくまでもこれ前哨戦ですからね、はい、さあ全てを見せるわけにはいきませんよね。お互いにやっぱりその見せる部分と隠す部分、はいはい、あると思います。ただ強烈な嫌なダメージを埋めつけるというのも一つの手です、ね、そうですよね、あえて見せてしまうというのも手かもしれません、はい、いやすごい蹴りを
今ちょっと顎に入りました。あ、完璧ですよ。出ていく。痛めつけておこうと、しかも顔も踏みつけて、はい、頭を踏みつけながらのシャチを踏み固め、これは星野一三組、これいいチームワークになりますね。そうですね、なんとかロープブレイク。さあそのままちょっと吉野のペースになって、あっとこれもきつい。おっと、これはちょっと珍しい形の固め方ですね。そうですね。あっと、ものすごいスピードで突っ込んできた。いや、ちょっとこの勇のスピードっていうのは、この4人の中ちょっと群を抜いてるかもしれないですね。そうですね、今早かったですね。早かったです。いや、いいチョップだ。3連発、そしてエルボー、キックに来た。一発でぶっ倒していった。これがチャンピオンか。よしな、よしな、コーナー持ってこい、コーナー。10分経過、10分経過。さあ今度は赤コーナー。さあミステリーが踏んでくる、踏んでくる。さあカウント。さあこの中では最重量、ミステリーの切れ味ですよね。そうなんですよ。飛び込む、パワーとスピードを兼ね備えた男のスーパーミステリー。ヘビー級の選手って本当にここまで身軽に動く選手って本当にいないと思いますけどね。この辺身体能力の高さがあります。ここら辺のインサイドワークも展開ヘビー級。ミステリーのこのエルボーなかなか切れ味鋭くて、ね、鋭いですね。本当にちょっとこういったラフな面も持ってますし、はい、おっと、うわ、ドテッパラですか。はい、さあこの突き上げるようなエルボースマッシュ、そしてそしてダウンスピニタッチ。このちょっと赤コーナーで吉野捕まえかけていますね。そうですね。おお、相変わらず態度の悪い後輩であります。さあこの大学でも先輩後輩、そして今はチャンピオンと挑戦者。おっと今は頭から落ちていった。危ない危ない、高いエルボー。さあ、いや今のところ大輔圧倒してますね。そうですね、本当バックエルボー強烈でしたね。さあここでなんとか一方的に攻めて、1ヶ月後のチャンピオン戦に嫌な印象を与えたい大輔。さあ勇を吹っ飛ばしていく。ちょっと吉野が捕まり始めましたね。そうですね、はい、あっと、行きましょう。さあこれ最近大輔がよく見せる。そうですね、よし、よし、よし、
このリバースインディアンのあーっと出てきた出てきた、あーやこれ逆に逆効果でしたね今のはちょっと、はい、入ってこいと、いやいやでもちょっとこれ逆にとても嫌な愛の持ちでしたね、はい、いや足首にこれダメージを負ってますよ、で大輔こっからこの技にね移行して移行できるんですよ、さあ伸ばしていった伸ばしていった、いやボーアンドアローだ、潰しにかかった時にこの出てくる重量級のミステリー、よしなーよしなー、さあちょっと吉野が防戦一方になってきましたか、ちょっとやっぱり足が攻められているので、はい、一発一発の打撃にも力がね入れづらいんじゃないですかね、ちょっと余裕の表情が変わりましたね、今スロット狙ったんですけどやっぱり下半身の踏ん張りが効かなかったので、はい、さあわざわざリング中央に持ってきて、おっとミステリーかと思いきや、はい、何でしょうかこれは、これは珍しい形の形的にはこの肩と足首を決めてますね、はい、そうですね、先ほどのボーアンドアローの形から腰を攻め、その腰を大輔が攻めた腰を引き継ぐようにミステリーも腰を攻めていく、このタッグチームなかなかいいですね、これ吉野としては大輔ミステリー組とか一応本当に厄介なチームになりましたよね、まあ、本当にあのこのミステリーのこのインサイドワークを見てると本当あの広瀬愛藤選手を見てるような感じで、いや本当これはすごいチームですよ、いや今度はこのバカ力で持ち上げてるのストマック、このハイキックがすごいですね、最後はこれサイドスープですよね、ただ吉野としてもこの大輔に敗れたミステリー、はい、そこに前哨戦で負けるわけにもいかない、そうです、ね、しかし今のところはもうあと今も読んでましたよ、あーあーもうできなかったですね、これはいい角度で決まった吉野、さあ青コーナーのさあ早い、さあ次は何が出る、いやキック早い、小気味がいいですね、おっとなんとかそのバンジを返していった、ミステおっとどうなってる、どうなってる、どうなっている、さあ投げ着地しましたね、着地した、さあついに捕まったか、マンジュ入りましたね、これは決まりましたね、いや2回までは外したんですが3度目には捕まってしまった、どうですかこの決まり具合は、これもうちょっとあーいや決まりましたね、決まりましたか、いい形ですよ、いや一気に、おこっから出るか持ち上げるか狙ってますよ、ショックスラム出るか、さあ捕まえた、これは読んでいた、た
これはポシャルでございましたね、相手さんが。この対戦も見もの。この2人の、ね、シングルっていうのを見たいですよね。見たいですね。うお、強烈なエルボー。そして投げつけた。さあ行くか、大輔。大輔がキックオフ。いやー、完璧な舞でした。いや、綺麗なフォームでしたね。激しい、これダブルダウンですかね。
見せますね。出し惜しみなし。なしですね。さあ赤コーナーはミステリーに立ち、片青コーナーパートナーがいない。さあクロスチョップからカウントは2。この時間帯このスタミナの消耗でミステリーのパワーが来ると、これ吉野はないですよ。さあ来たミステリー、本当。さあストリートジャーマン行かない。さあバックドロップ、さあミステリー、ちょっと遠いくないか。距離ありますけど、距離あるんですが、はい、待っていた。ダイビングエルボーです。遠くまでイサミが間に合った。さあちょっとここで吉野達彦大ピンチ、2-1。やったさあ出るか、出ました出ました。さあカウント、これはこんなカットがあるんですね。これは強烈すぎる、強烈すぎるカット。ちょっとミステリーなグロッキー、アイコー。さあ大輔イサミ、大輔ですね、さあ掴んでいった、掴んで、さあもう一回おフランティングしていった、返していった。さあ危ない、あーいったチョークさんの返し方あるんですね。そうですね、あーいった、これが危ない。いや垂直に落ちました今の。さあ間に合った大輔、しかしちょっと大輔、あー手元落ちましたよ。ちょっとグロッキーかマスクのミステリー、さあスリーとコンビネーション、そして出るか出るか、殿下の宝刀アスリートジャーマンが火を吹くか。さあそうはさせずとミステリー、あっとフォローに入った、前哨戦サクッと勝てると思ってたけど油断してた。マスクのミステリー最高だよ大輔さん。先輩後輩関係ないんだよな大輔。3月にお前にベルトを取られて腰が寂しくてしょうがないこの野郎。12月で僕の腰に帰ってくる、いいだろ。いいわけねえだろ。なんでだ。おい
俺がお前からベルト取ってどんだけ険しい道辿ったと思ってんだお前。ああくださいでやるほど軽いベルトじゃねえんだよ。おい取りたかったら12月力ずくで取りに来いよ。俺は絶対に負けない自信があるからな。いやもうね顔じゃないんだよガッツワールドの顔だろ。その理由を簡潔に述べてください。顔がブサイクだからです。顔面偏差値も関係あるんだガッツワールド。何でもかんでも言えばいいってもんじゃないのお前。ちゃんと頭働かせてから喋ろう。わざわざ来たんだ。すげえ面白いこと言えよ。いいこと言えよ、いいこと。今日は僕が悪かったです。いい、もういい、分かった、マイクでも勝てない、試合で勝つ。まあマイクでは負けてねえな。おい顔面偏差値はな俺の方が低いかもしれないけど試合は絶対負けねえぞ。おいおい今のうち言いたいこと言っとけ。俺は絶対12月のリング最後にベルト前で立ってるからな。ベストの状態で来いよ。マイクも練習してくるバカ野郎。まああいつもあいつでいろいろもがいてるとこでしょう。ああ僕もチャンピオンになってからもがきっぱなしでした。でもその壁を越えないと僕のベルトは絶対に取れないと思ってます。12月必ず僕が防衛します。皆さん目に焼き付けてください。ご来場お待ちしてます。今日は初めて来て負けちゃったけどミステリーありがとう。最初のスタートとしては黒星発進になっちゃったけどこれから一緒にガッツアルと盛り上げていこうぜ。よろしくお願いします。本日はガッツアルド新木場大会ご来場いただきまして誠にありがとうございました。次回12月5日新木場ファーストリング11周年興行です。11周年の記念にふさわしいような熱いこと熱い試合をして必ず僕はベルト防衛します。皆さん見に来てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして2016年はガッツワールドどんどん攻めていきますのでこれからも応援よろしくお願いします。それじゃあみんなでガッツリして締めましょう。選手のみんな上がってください。もちろんミステリーも。小作さんも。すいません。それでは改めて皆さんで一緒に3-2-1ガッツリガッツリで締めたいと思います。皆さんご起立ください。お願いします。じゃあ僕が行きたいところですがせっかく正規軍に戻って何年かぶりのガッツリミスにやってもらいましょう。
ますよ。もう何年ぶりだか分かりませんが、覚えているんでしょうか。スリーツーはですね、スリーツーはいいですか。いくぞー。